ジョイガマクタナトです。今回は五等分の花嫁の第2期のですねエンディングテーマ初恋をソロギターで弾いてみました。ありがとうございます。僕は断然ねミクが好きですね。ミクです。で映画は見に行ってないんですけど結末がねいや気になってしまったのでね最終巻だけ電子書籍でね買って読んじゃいました。マクタナトです。ありがとうございます。でですね、今回はギターの音をですねメイトンのここのねちっちゃいマイクとあとここの上の方にねもう一つマイクがあるんですけど、それ2つのマイクでね音を取ってみたんですけどももう久しぶりにそういうちょっと本格的なことをやったせいもあるんですけど音がなんかね電気っぽくなんかエレキっぽくなっちゃったんですよね。パキ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 しちゃってね僕が好きなこの自然のね今この音はですねこのカメラのマイクでしか撮ってないんですけどそのねなんかこう音は悪いかもしれないですけどなんかこう素朴なねこの僕の好きなアコギの音がね消えちゃいました。アコギの良さが消えてしまいました。非常に残念なんですけどでもね試行錯誤してまたねいろいろ試していこうと思いますのでよろしくお願いいたします。今回はとりあえずそういう結果になったよっていうので残していこうかなと思います。で、皆様ですね行き過ぎた加工には注意してください。音も化粧もです。はい、ではですね弾いていきましょう。カポは6ですね。元気になっていると思いますね。なんで君なんだろう問う心に響いたチャイムみたいな感じですね。はい、でメロディーのタイミングが難しいのでですねちょっとね歌いながら弾くといいと思います。で参考にした動画っていうかそのなんかこう調べたら1分30秒ぐらいの動画そのエンディングのやつがあったんでだから1番で終わりなのかな。うん、そんな感じでやっていきましょう。では行きましょう。最初 C ですね。F マイナーはまあこう握り込む形でいいかな。でいつも F の時ですね僕このベース音6弦の1フレットと4弦の3フレットでこういう風に弾いてたんですけどまあこれでもいいんですけどこれだとオクターブでねどっちも F なんでちょっとねもう味気ないなっていうことなんで5弦の3フレットで6弦の1フレットと5弦の3フレット、ね、この音でちょっと取ってみてちょっとねいつもの僕の演奏より難しくなってるかも。Gm7 のところはね僕は中指は6弦で押さえてますね。6弦を中指でで小指と薬指で2弦3弦の3フレット押さえてますね。ここ Dm7 のところなんですけど非常に窮屈な、ね、5弦の5フレットで D の音弾いてで4弦にメロディーが来てるとちょっとかなりこう指が窮屈なんですけどまあ頑張ってください。またここも、窮屈の Dm7 が出てきました。ここから、サビみたいな B メロかな。うん、ここもなかなか難しいですけど。季節が変わってゆくように。ここのコードいいですね。F メジャー7弾いた後に G の F。この綺麗な流れですね。この G4F は親指か6弦かな。まあこの辺はいいでしょう。また Gm7
ここメロディー鳴らすんですけど、しっかりこの薬指で5弦のこのベースを鳴らしたまま伸ばして、あとここタタタタ思い出の色んでく思い出の色、ここのリズムちょっとねタタになってる、タタになってるんでちょっと注意して、ここですね F マイナー、ここ窮屈なんですけど、小指の3フレットと5弦の3フレット、薬指と小指ちょっと窮屈で、どこ行った、でここ人差し指を離して今度1弦の1フレットに、ここね結構窮屈なんですよ。なんか簡単そう、1と3しか出てないんで簡単そうに見えるんですけど、弾いてみると窮屈です。でここからサビですね。難しいですね。僕はこう弾いて人差し指で、2弦3フレットで、ここ中指でいきたいんですけど、僕は薬指の方が弾きやすかった、薬指で4545といくと、このなぜ薬指使うかというと、この次の D シャープディミニッシュの時にですね、押さえた時に薬指でやった方が弾きやすいんですよ。自然にこう薬指その形のままいくんで、この G シャープ D ミニッシュのせいでこういう風な弾き方になったということで、まあ他の弾き方でもいいんですけど、この弾き方が一番弾きやすいと思います。薬指で4545、F シャープマイナー7、まあこれはどういう押さえ方でもいいかな、ここで D シャープ D ミニッシュが出てくるのかな、まあこんな感じですね。まあでちょっと歌いながらやってみると、まあちょっと弾けないかもしれないけど、なんでなんで君なんだろう、てかここで歌いながらじゃなくてか、その動画があるんでそれに合わせながらね弾いてみるといいと思います。キーもねそれに合ってるので、それを動画回しながら再生しながら合わせながら弾いてみると楽しいと思います。まあコードねただ弾くだけでも楽しいかなと思います。なんで君なんだろうみたいな、あとベース音の練習とかね、もういろんなベースをやってみると楽しいと思います。メロディーだけ弾いてもいいしね。まあそんな感じですね、5等分の早めも、まあ漫画が終わってしまったんで多分これ以上映画とかアニメとかが出ることはないと思うんですけど、まあ人気があったでしょうね。面白いから、何が面白いって何なんだろうね、キャラが可愛いのかな、あとちょっとネタがね面白い部分が、言い回しがセリフの言い回しが面白かったかなという感じですね。ここで分析しなくてもいいんですけど、まあ、曲もねいい曲ばっかりなので、ぜひ皆さんも弾いてみてください。では努力向上委員会マークタムサでした。次回の動画もお楽しみに。